拓安双方拓安双方商法2年12月11日は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての臨在州の僧、大徳寺十字、送り名は、不幸国史2000へ、豪に東海、呉沖のなど、田島国伊豆司の生まれ、死意事件で、出羽国に流罪となり、その後許されて、江戸に一万松山東海寺を開いた。書が、死文に通じ、茶の湯にも親しみ、 また多くの牧籍を残している。一般的に拓案付けの考案者と言われているが、これについては諸説ある。天正元年12月1日に秋葉綱則の次男として田島国伊豆司に生まれる。父、綱天は田島国主、山名優豊の重臣であった。8歳の時、田島三名家は織田信長の信仰に相配下の橋場秀吉に、 攻められて滅亡し、父は浪人した。拓安は、天正10年、10歳で、伊豆市の少年寺で出家し春沖縄の法意味名を得た。天正13年、同じく、伊豆市の草加上寺に入り、丸崎、西道に指示、秀樹と改名した。天正19年、丸崎が没した後、この間に、伊豆市上司となっていた、前の長安が、大徳寺から春を屈葬の弟子。 信利宗忠ただを、宗家がみの住職に招いたことで、た安は信利に支持することになった。文禄三年、信利が大徳寺十字となり上京したため、た安もこれに従い大徳寺に入った。大徳寺では、三原院の春奥宗園に支持し、双方と解明した。慶長四年、石田光成が、伊次郎沢山次郎の城内に、坊坊の供養のために、 随学寺という一時を建立した際、三原院の建立以来信仰があった春屋に、住職の派遣を依頼した。春国が信都市を住職に任命したことで、市である信都市と共に、拓安も沢山城に同行し、翌年まで、そこで過ごした。関ヶ原の戦いの結果、沢山城が陥落すると、信都市と拓安は共に城を脱出し、春国のところに落ち延びた。この後、 中国と共に処刑された三成の遺体を引き取った後、三原院に葬り、手厚くとらっている。慶長六年、信都氏が亡くなった後、泉国境に出て、文西某ら人の門下に入った。その文西が慶長八年に亡くなった後は、南州寺を春願の一等賞的に支持し、32歳になった慶長九年8月4日、ついに逮捕し、 宅安の保護を得た。慶長12年、宅安は大徳寺主座となり、大徳寺、東中徳善寺に住むとともに、南州寺にも従事した。慶長14年、37歳で、大徳寺の第154世従事に出世したが、病理を求めない宅安は3日で、大徳寺を去り、境へ戻った。現那6年、京里伊豆市に帰り、伊豆市藩主、 小出義秀が再興した草加上寺に王を結び、これを投げ府知見と名付けて陰性の生活に入った。江戸幕府が成立すると寺院ハットなどにより寺社への締め付けが厳しくなる。特に大徳寺のような有力な寺院については、緊急な御区下書ハットによって朝廷との関係を弱めるための規制もかけられた。これらのハットには、従来天皇の御事ので決まっていた 大徳寺の十字職を江戸幕府が決めるとされ、また天皇から賜る死位の着用を幕府が認めたものにのみ限ることなどが定められた。寛永四年、幕府は御水の御天皇が幕府に諮ることなく言った死位着用の直挙について、ハット違反とみなして直挙状を無効とし、京都書次第に死位の取り上げを命じた。これに反発した拓安は刑に上り、 玉室周白、光月双眼と共に、大徳寺の僧をまとめた後、病心寺の丹田新院、峠に江藤らと共に反対運動を行い、寛永五年、公弁書を書き上げて幕府に提出した。この運動が、幕名に反するものとして、卓安たちは罪に問われることとなり、その門責のため、寛永六年、江戸へ召喚されることとなった。江戸城内での弁論の結果、 同年7月に、幕府は拓安たちを有罪とし、拓安を、出羽国上山に、また玉室を、道の区国田名ら、丹田は、道の区国ゆり、桃源は、津軽へおのおのる罪とした。時に、拓安57歳のことである。入る先である、上山藩主の時よりゆきは、拓安の権力に組みしない生き方と、心さえ潔白であれば、身の苦しみなど、 何ともないとする姿に打たれ、拓安に草案を寄進するなど、厚く偶した。拓安はその草案を、春雨庵と名付け、こよなく愛したと言われている。入る中、来光は反省への助言を仰ぐなど拓安を偶する、こと実の祖父のごとくと言い,い、拓安社面後も二人の交流は続いたという。寛永九年、拓安六十歳の年に、大御所、 徳川秀忠の死により大赦令が出され、天貝、堀直より、野牛宗乗などの尽力により、死意事件に連座した者たちは許された。拓安も一旦江戸に出て、神田博の寺に入った。しかし、刑に帰ることはすぐには許されず、同年冬より、駒込の堀直よりの別宅に身を寄せ、官営11年夏まで、ここに泊まった。そして玉室と共に、 大徳寺に戻ったとき、将軍、徳川家光の上落に際し、天貝、堀直より、野牛胸乗りの強い勧めにより、卓安は家光に敗越した。この頃より家光は深く卓安に帰えするようになったという。同年、京里伊豆市に戻ったが、翌寛永十二年、幕命により再び江戸に下った。その後、寛永十三年に、玉室、光月らと共に、 家光に配越したところ、二人は返されたが、拓安のみ江戸に泊まるよう求められ、家光に近似することとなった。江戸においては、野牛宗則の下屋敷に登留し、家光の飯に応じて登場して、禅を説いた。たびたび上方へ戻ったが、寛永十五年には、御水ズを上皇に、原人論の講義などを行った際、上皇より、国志望授与の内辞があったが、拓安はこれを断り、 代わりに、大徳寺一世、鉄道技巧へ追試を願っている。また、同時期に、野牛宗乗りの頼みを受け、山和国野牛賞に赴もむき、後に、野牛家の母大寺となる吉野理寺を解散している。翌、官営十六年、六十七歳の時、江戸に戻ると、家光によって創建された一万松山東海寺に、初代住職として入ることとなった。官営十八年、 長年の努力が実り、死意事件の発端となった、大徳、明心両寺の寺法を急に服すことが、家光より正式に申し渡された。これにより、両寺は、従前通りの出世入院が認められ、また幕府から剥奪された、大徳寺十字聖院、総佐氏をはじめとする大徳寺派、明心寺派人の十字らの死意奪還も行われている。こうして、大徳寺派、 明神寺寺人の宝刀は続くことになったのである。墓所その後、昇宝2年12月11日、拓安は江戸で没した。去年74、死に際死、弟子に自生の芸を求められ、夢の一文字を書き、筆を投げて自弱したという。墓碑は建ててはならぬの遺憾も残しているが、遠額三州教寺と一万松山東海寺に墓がある。大根の漬物である、 いわゆる宅安付けは一伝に宅安が考えたといい、あるいは関西で広く親しまれていたものを宅安が江戸に広めたともいう。校舎の説によれば、徳川家光が東海寺に宅安を訪れた際、大根の宅安付けを教したところ、家光が気に入り、宅安付けにあらず宅安付けなりと命名したと伝えられるが伝承の息を出ない。 フィクション上では、しばしば、宮本武蔵と結びつけられる。例えば、吉川英治作の小説、宮本武蔵では武蔵を悟すキーパーソン的な役割を、担っているが、史実において武蔵と、拓安王将の間に、接触のあった記録はない。ありがとうございます。